脚立や下半式作業台を使う際は、必ず使用前に点検し、安全ルールを守って使用します。脚立を使用する前に、次の点を確認します。ネジやピンなどの緩みや脱落がないか、外れている部品はないか、支柱、踏み算などの変形や損傷はないか、 また、ご覧の点を守ってください。下半式作業台を使用する前に、次の点を確認します。ネジの緩みや脱落がないか、外れている部品はないか、曲がったり割れている部材はないか、各部が確実にロックされていることを確認します。 また、ご覧の点を守ってください。下半式作業台を安全に使用するため、次の8つのルールを守ってください。作業開始前点検を確実に行う。設置場所は適正か見極める。 工具や材料を持って登り降りしない。背を向けて降りない。身を乗り出して作業しない。反動作業はしない。飛び移らない。 専用部材を使用して連結する。下半式作業台の災害事例を見てみましょう。作業台に背を向けて降りて転落した事例です。片手に工具を持ち作業台に背を向けて降り、足を滑らせ転落してしまいました。このような災害を起こさないために次のことを守りましょう。 手に物を持ってのりおりしない作業台に背を向けてのりおりしない本体、手がかり棒を持ってのりおりする無理な姿勢をとって転落した事例です下半式作業台の上で中腰の状態で墨付け作業中、体をひねるようにして そばにいた作業員に材料を渡そうとしてバランスを崩し転落してしまいました。このような災害を起こさないために次のことを守りましょう。手渡す際は整体して手渡しを行う。無理な姿勢での作業は行わない。作業台の上で壁や物を無理に押したり引いたりしない。 段差のある場所に作業台を設置して転落した事例です。下半式作業台を設置するとき、床段差を調整するため、片方の脚部を15センチメートルの高さの台に乗せて設置、その後、天板に乗ろうとした際、バランスが崩れ、作業台から転落してしまいました。このような災害を起こさないために、 次のことを守りましょう。高さ調整のために台や箱などの上に作業台を乗せない。天板の上に物や人を乗せたまま移動しない。足の踏み外し、転落した事例です。室内で作業台に乗って天井にアンカーを打つ作業中、天井が高く 無理な姿勢で作業したため、足を踏み外し、転落してしまいました。このような災害を起こさないために、次のことを守りましょう。天板に乗って作業する際は、常に足元に注意する。適正な高さの作業台を使用する。作業台の上には、同時に二人以上乗って作業しない。 天板の上に脚立などを乗せて作業し、転落した事例です。作業台の高さが足りなかったため、作業台の上に脚立を置き、作業中バランスを崩し、転落してしまいました。このような災害を起こさないために、次のことを守りましょう。天板の上に脚立や踏み台などを乗せ作業しない。 適切な高さの作業台を設置する作業台から別の作業台へ乗り移らない